ウィリアム・エイチ・マムラーはアメリカ合衆国ニューヨークシティおよびボストンで活動したアメリカ合衆国の心霊写真家である。彼の最初の心霊写真は現像された時、ラッキーとこの例が写っていたと信じた偶然の自画像写真であった。マムラーはそれから彫刻家としての仕事を辞め、南北戦争で親戚を失った大勢の人々を利用して心霊写真術を フルタイムで続行した。彼の手による一番有名な二葉の写真は、メアリー・トット・リンカーンの夫、エイブラハム・リンカーンと一緒の写真と、三人の例の案内者と並んだマスター・ヘラトの肖像写真である。1869年、マムラーは、結局、法廷に連れて行かれ、詐欺罪と窃盗罪で後半に付された。有名なショーマン・ pt バーナムは、彼に不利な証言をした。 裁判官は彼に無罪判決を言い渡したが事件は彼の経歴を破滅させ保管されていったネガをすべて破棄し遠からずしてマムラーは貧困のうちに死亡した。今日ではマムラーの写真は偽物とみなされているが19世紀の最終主犯期に広く流通しスピリチュアリスト運動の内外で信仰と視覚的好奇心の対象として市場で売り出された。 心霊写真家として経歴が始まる前には、マムラーはボストンで宝石彫刻家として働き、よ暇にアマチュア写真術をやっていた。1860年前半に彼は12年前に死亡したいとこの例を大きく扱っているように見える一様の自画像写真を現像した。これが広く最初の 心霊写真として認められた個人の霊によって刻みつけられた個人の肖像を大きく扱っている、生きている被写体の写真。マムラーはそれからフルタイムの心霊写真家になり、ボストンで活動し続けたが、結局ニューヨークシティに移り、そこで彼の作品は無数の写真術の専門家によって分析されたが、その誰もが詐欺の証拠を見つけることができなかった。 心霊写真術は南北戦争に由来する無数の死者のおかげで儲かる仕事であったし何千もの家庭が最愛の人が死後生き続けているという安心を求めた。マムラーの妻ハンナ・マムラーもまた有名なヒーリング霊媒で夫の業務に加えて彼女自身の霊的業務を行った。マムラーの活動の批判者には PT バーナムも含まれ彼はマムラーは 悲しみで判断が曇っている人々を利用していると主張した。バーナムの非難は、マムラーは実際はまだ生きている人々の霊を演出し、家に入り込んでなき親戚の写真をこっそり盗んだという育動音の声の一つであった。ジョー・ニッケルによれば、霊とされるものの一部がまだ少女の中にいるということに、人々が気づいた時マムラーは詐欺師として暴露された。 1869年4月にマムラーは結局詐欺罪で後半に付された。PT バーナムはエイブラハム・ボガーダスを雇ってこのバーナムの写真とエイブラハム・リンカーンの例をデッチ上げた。この写真はそれから詐欺が心霊写真をデッチ上げることがいかにたやすいかを示す証拠としてマムラーの後半で提出された。 バーナムは、エイブラハム・ボガーダスを雇って、そういう、心霊写真カラーが作られる時のたやすさを実際に、示すために、エイブラハム・リンカーンの例とともに、バーナムを見せているように見える写真を作らせて、彼に不利な証言をした。マムラーを支持する証言をする人々には、モーゼズ・エーダウが含まれたが、彼は、マムラーが写真を撮ったジャーナリストであった。結局は、マムラーは、 無罪判決を言い渡されたが、なぜなら、訴追側があらゆる疑いの余地のないほど、彼がこれら写真をでっち上げているということを証明できなかったからで、後半に続いて、彼の経歴は、決して十分に回復されなかった。マムラーは、写真術の仕事を続け、後に、木版並みにたやすく、写真で2番を制作し、印刷しうる方を発見した。 彼は1884年に死亡したが、その死亡記事は、初期の心霊写真術のスキャンダルに、最後の行でついでに言及して、写真的貢献全般に焦点を合わせた。メアリー・トット・リンカーン夫の例とともに、マムラーの一番有名な写真は、メアリー・トット・リンカーンが、その夫、エブラハム・リンカーンの例とともに、写っている。超常現象研究者、メルヴィン・ウィリンは、 その書籍、ゴースト・コートオン・フィルムで、この写真は1869年に撮られた。マムラーは、モデルが、ミセス・タンドルであると考えずに、リンカーンであるとは知らなかった、と主張している。ウィリンはさらに、マムラーは、写真が現像されるまで彼女が誰であるかわからなかった、と言っている。ロンドンのサイキック・スタディーズ大学は、この写真は1870年代前半に撮られた。 ミセスリンカーンは、ミセスリンドールという名を取った、彼女は、写真の夫の身元を確認するように、マムラーの妻によって勇気づけられた、と主張している。画像は、詐欺的な二重露出として退りけられているが、広く流通している。エ・ロットの画像をたった一人の例と共に、マスター、え、ロットは、1872年頃マムラーが写真を、撮った。 マサチューセッツ州ブリッジウォーター出身の若い霊媒であった。一様の写真は一旦現像されてヨーロッパ、アフリカ及びアメリカの複数の霊に取り囲まれたトランス状態の絵ロットが写っていた。その写真はザラリージオフィロソフィカルジャーナル1872年8月24日号で売り上げのために広告された。マムラーによる複数の写真には 生きた複数のモデルと共に、様々な例が写っている写真が含まれた。他の有名なモデルには、その写真には、ジョシュ・メイベル・ウォーレンが写っていた、モーゼズ・エイ・ダウト、兄弟、チャズと共に写真を撮られた、ボストン出身の有名な霊バイ・ファニー・コナントが、含まれている。ありがとうございます。